古川恵子は毎日放送所属のアナウンサー。同局ではアナウンサー室の副部長マネジャーや養護委員も務めている。豊中市教育委員会委員。大阪府豊中市の出身で、夫は同僚アナウンサーの亀井望み。家庭では西の母でもある。豊中市立第5中学校から大阪府立豊中高等学校を経て、 神戸女学院大学文学部英文学科へ進学。高校時代には学内のラグビー部で初代のマネージャーを務めた。大学時代には大阪今宮恵比寿神社の福娘コンテストで50人の代表の中からただ一人ミス福娘に選出。この選出がきっかけで日本全国のミスコンテスト優勝者をスタジオに招いていた慎吾のお待ちどうさまへの出演も果たした。 ちなみに、毎日放送の同僚アナウンサーである高井美紀は、学部、学科の一年後輩にあたる。実家が大阪国際空港に近いことや、近所に住んでいた日本航空の CA と親しかったことを背景に、学生時代から CA になることを志していた。当時の国内三大航空会社の CA 試験を受けたところ、日本エアシステムの試験に、 最終選考まで残ったが、結局は日本航空にグランドスタッフとして採用。大学からの卒業後に同空港で1年間勤務した。日本航空を退社してからは国際下と緑の博覧会会場でのコンパニオンを経てニューススクランブルでリポーターを務めた。1993年4月1日付で正社員扱いのアナウンサーとして毎日放送へ入社。 上記の経歴を背景に入社直後から MBS ラジオで古川恵子のサンデーパレットという冠番組を半年間担当した。その後はアドリブランドなどへ出演するかわら JNN 系列の全国ネット番組おはようくじらで関西地方担当の中継リポーターを務めた。また、1997年には2年先輩の亀井と結婚したが放送では 旧姓の古川を引き続き使用。長男、長女の出産に伴う二度の育児休暇を挟みながら、チチンプイプイや特集1179をはじめ、報道番組のキャスターや情報、ワイド番組のアシスタントとしても活動している。また、夫の亀井とも、テレビラジオの番組や、ラジオ CM で、たびたび共演している。MBS ラジオでは、2006年10月から、 当時の新人アナウンサー、前田明子がアシスタントを務めてきた、勝谷正彦の志ジャーナルで、2007年4月から2008年9月の番組終了まで第2代のアシスタントを担当。2009年度から2012年度までのプロ、野球オフシーズンには、MBS 旅組とっておき旅ラジオのパーソナリティを務めた。2011年4月からは、小森康則朝から、 天子森のアシスタントとして毎日放送出身のフリーアナウンサー、小森康則と共演。2013年10月からは山広のピカイチラジオでラジオパーソナリティ発挑戦の山本博之のパートナーを務めている。2014年度からは当時古川がアシスタントを担当していたチチンプイプイ木曜日の総合司会に山本が加入。山広のピカイチラジオも 放送時間を変更した上で、金曜日の夜間に放送を続けているため、チチンプイプイのアシスタントを一旦優待する2017年9月までは、毎週木、金曜日に2日続けて生放送番組で山本と共演していた。逆に、山本が総合司会を優待した2019年4月からは、木曜日のアシスタントに復帰している。また、 MBS ラジオでは2016年の4月改編から、亀井がパーソナリティを務める生ワイド番組、噛めば噛むほど、仮の望みです。を、てんこ盛り、を放送しない、土曜日の早朝に編成している。なお、新日本放送時代の1959年3月1日から、テレビ放送事業とラジオ放送事業を兼営してきた、毎日放送は、 2021年4月1日付で、ラジオ放送事業を株式会社 MBS ラジオへ移管。毎日放送は移管を機にテレビ単営局へ移行したが、古川はアナウンス職のまま同社の総合編成局へ在籍する一方で、株式会社 MBS ラジオが制作、放送する番組にも MBS アナウンサーとして出演している。趣味は、 宝塚歌劇団の舞台公演鑑賞や、遊園地、動物園、水族館巡り。遊園地の絶叫マシンが好きで、木製のジェットコースターを特に気に入っているという。abchttp コロンスラッシュスラッシュ www.mbs.jp スラッシュアナウンサースラッシュブログスラッシュ21スラッシュ abcd 小森リアスノリアサカラ、テ古川稽古プロフィールより。 山広念願のラジオレギュラー、リビングで話してるみたいな番組に。ちなみに、山本の関西テレビ時代の3期後輩アナウンサーで、ある、関淳子は、と夜中高校で、古川の2年先輩に当たるチ。父チンプイプイ金曜パネラーの大畑大輔が監督、後輩アナウンサーの川田直也がキャプテンを務めた35歳以上の男性社会人によるラグビーチーム。 2018年10月以降は前日の夫、亀井の地元にある CBC テレビ制作の午後スマ、ま、午後、スマイル、マイナスを放送。2019年10月以降は北海道放送と同じく午後スマを放送。2020年4月以降は北海道放送、南日本放送と同じく午後スマを放送。古川の一時優待後から、 木曜日のアシスタントを務めていた後輩アナウンサー、藤林敦子は、後枠で新たに編成された、総合情報番組、ミント、の、月曜日及び、土曜日の生放送番組、セア年、のコーナー担当へ移動。当日は金曜日で、本来は、同曜日のパートナーである、月定法制と共同で、パーソナリティ代理と扱われたため、 規定法制の少し愛してというタイトルで放送。ありがとうございます。